にちは、MC の橋下美由です。今日の企画は2023年冬レディースの通勤コートトレンドはこれだということで、本日はキャンキャンスタイリストの田辺沙織さんに来ていただきました。スタイリストの田辺沙織です。よろしくお願いします。せーの、毎度沙織ちゃん、この冬のコートのトレンドを教えてください、はい、いいでしょう、教えましょう。みおちゃんの特別に教えます、はい、この冬大注目のコートのトレンドはその1、オーバーサイズでしっかりロング丈。おー、はい。その2、生地感がモコモコしていなくてすっきり着られる素材感です。はい、この2つを押さえたらもうね、今年のトレンドは間違いないと思いますよ。なるほど、はい、気になります。それではどうぞ。1つ目にみおちゃんに来てもらったのはワントーンアザートモテスタイルです。モテてる。モテてますか。すでにモテてます。もうこれはこれはもう完全なるモテコーデですね。そうです、そうです、はい。まあ、ポイントは何と言っても今着てもらっているコートでございます、うん、はい。このコートは色味がめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いです、ね、うん、着やすい、ね、絶妙な、ちょっとベージュなんだけど、うん、ちょっぴりピンク味がかかっているカラーがスモーキーでシャレ感もありつつ、こう女の子にね、ぴったりなカラーだなと思って選んでた。確かに。しかもね、中にね、はい、これインナーが入ってんの。ほら、あったかい、あったかい。なんか寒がりなみおちゃんも寒がりです。寒がりで可愛いみおちゃんにも平気な、はい、インナー付きのコードになっております。これ取り外しできるんですかね。そうそう、取り外しできるから便利。そう、そうなのよ。だから春秋とかさ、はい、ちょっとこうお日様があったりして、うん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 、そんなに寒くない時も着られるし、なんかインナーつけたら、うん、結構寒い日も、確かに冬とかでも、ね、うん、行けちゃうっていう。いいですね。便利コードになっております。はい。で、中のね、ニットとか、そう、中のニット、ニット、これ可愛いんだよね。このラメラメの感じがすごく可愛い。今年はラメラメニット、とってもトレンドなんですけど、ピンクのカラーを選ぶことによって結構フェミニンな雰囲気になりますよね。で、顔色も明るく見せてくれるような、ちょっと黄みがかったピンクなので、あんまり肌色を選ばず着れるかなって思います、うん。で、今季はピンクとか赤とか結構暖色系だったり、あとその暖色系をあえてワントーンできるみたいなコーデも流行っているので、今回はピンクのラメニットにボルドーのプリーツスカートを合わせてみました、はい。このコーデはね、本当にお仕事終わりのデートスタイルにもぴったりかなって思います。大人レディーな感じがします。そうです、うん、さすがみゆちゃん、わかりまんなで、はい、このコート自体は色味がちょっとピンクベージュで、あの女の子らしい色味なんですけど、形はちょっとパリッとしたハンサムな形なので、この中のこうフェミニンなコーデと合わせるとちょうどね、なんか甘すぎずかっこよく着られるなと思って選んでおります。この合わせ、本当になんかちょっとかっこよく美人さもありつつもあざとさもあるモテ確実コーデだと思います。めっちゃバランスが取れてますね。嬉しい。2つ目のコーデはハンサムなオシャトラッドスタイルです。じゃん、じゃん。こういうね、クールなみおちゃん、田辺大好きです。私も大好きです。かわいいです。今回選ばせていただいたコートは、はい、先ほどね言った、ポイントの通りオーバーサイズでしっかりロング丈なんですよ。このバランスがね、本当に今年シャレて見せるコツです、うん。結構たっぷりめのロングのコートって多いよね、うん、確かに多いイメージです、ね。なんかそうすることによって、うん、もうさらっと羽織るだけでちょっとモードでおしゃれな雰囲気になるので、うん、すごく便利だと思います、はい。で、しかも軽やかな素材感だから、そんな着てて重くもないし、うん、お仕事の時にもさらっと羽織れていいですよね、はい。で、今年コーディネートに関しては、今年はね、レイヤードスタイルぜひぜひやってほしいですね、はい。例えばこんな感じで、ニットに中にシャツを重ねたり、ブラウスをレイヤードする方法だったり、またはニットオンニットとか、もう今年は重ねてなんぼみたいな。ニットオンニットですか。ニットオンニットでタートルにこうタートル重ねてみたいな。なるほど。あとはまあシャツかけるこういうね、はい、ニットもすごくいいと思います。
で、このケーブルの、ね、ニットをこうシャツとレイヤードするスタイル本当に可愛くて、うん、なんかちょっとトラートでレトロな雰囲気が出るので今年特におすすめのレイヤードです、はい、で、このねコートもそんなに分厚すぎなくてモコモコしないのでこうニットとか中にたくさん着込んでもどうですか、着てみて。なんかあの着苦しくない、ストレスフリーな感じです、うん、ストレスフリーです、はい。あとネイビーのコート、なんかお肌が透明感出る感じがしてすごい好き。本当に、はい、もうみおちゃんが透けてなくなってしまいそうな透明感パーって出てますよ。このネイビーのコートとこのグレーの相性がすごくいいなと思って、この組み合わせがすごい好きです。嬉しいです、はい、私はこういうネイビーかけるグレーの組み合わせも本当にちょっとトラッドでハンサムな雰囲気になっておすすめなので、うんうんうん、ぜひ丸ごと真似してみてください。ぜひ。では3つ目、今回着てもらったのは上級者風肩巻きスタイルです。かわいい。このみおちゃんめちゃくちゃタイプです。もうみんなスタッフさんもかわいいって言ってましたね。さすがです。かわいいです。で、今回着てもらったコートは、はい、このね、ブラウンのコートちゃん、うん、これもね、絶対使えるでしょ、この冬。絶対に使えます。で、はい、で、パンツでもスカートでもバランスを取りやすい、このたっぷりとしたね、うんうんうん、ロング丈。あとは、なんといってもこのカラーです。ブラウンなんだけど、重すぎないって感じ。確かに、ね、はい、ちょっとこう、ベージュとか、うん、あのグレーも混じったような絶妙なブラウンが本当に着やすくて、でカラーものにも合うし、うん、ベージュっぽく合わせることもできるし、グレーとかモノトーン系にも合わせることができるし、万能ブラウンなんですよ。なるほど、幅広く合わせられる。そう、お手持ちのお洋服と本当コーディネートしやすいんじゃないかなって思います、うん、で、今回はグリーンのパンツを差し色にしてみました、はい、このなんかブラウンとグリーンの合わせも本当に可愛くてお気に入りです、うん、で髪の毛もブラウンのリボンかくってくれて、すごいこのアレンジも真似したいですね。で、さらに上級者感出したかったので、はい、肩からあのボーダーの、ね、カーデをかけてみました、はい、コートって冬の間、ね、長く着るのでマンネリ化しやすいかなと思うんですけど、はい、マフラー以外にもこういうニットの肩掛けとかそういうのも加えると、はいはいはい、さらに新鮮に着こなせるんじゃないかなって思います。なるほど、かわいいよ、みおちゃん。なんか上級者に見えるけど、うん、簡単に付け足すだけでいいんですね。その通りです、うん、で寒くなってきたらさ、ちょっと前でくるんって結んであげたら、はい、ストールみたいな感じで防寒もできるし、うんうん、そう、その通りですし、コート脱いでカーディガン着てとかもできるので、はい、本当に温度調整にすごく便利じゃないかと思うよ。はい、すごい可愛いですね、これ。めちゃくちゃ好きです。私も大好き。でちょっとフランスのパリジェンヌって感じかな、はい、そんなイメージで組んでおります。なんかすごいあのトレンドを抑えてるコーデだなって思いました。あ、でもあとこれにね、うん、組んでる、このコーデ組んでる時に、うん、めっちゃ可愛いよって思ったんだけど、うん、ジャンスカもね合わせると可愛いんじゃないかなって思ったんですよ。ジャンスカですか。はい、絶対可愛いじゃないですか。ジャンスカカモン。はい、こちらのね、ジャンスカ、うん、これもね、このコーディネートに絶対合うと思ったわけですよ。なるほど。このブラウスのままでもいいし、こうやって中に入れてあげると、ほら、かわいいでしょ。かわいい。絶対いいと思う。あとはなんかニットとか、うん、中ニットとか入れてあげてもいいし、確かに。パンツスタイルもいいけど、もちろんこういう長めのスカートスタイルにも相性がよく着られる。うん、この万能コートちゃんです。これストレッチ性も効いてて、ほんと着心地がいいんですよ。ね、これわかる。え、これね、田辺実はこれ今日青木のパンツ履いてるんですけど、多分同じ素材かも。あ、ほんとだ。ちょっとストレッチ系の素材。ほんとだ。この素材ほんとに神よね。めちゃくちゃ便利。ね、はい、着心地もいいし、うん、全くシワにならないし、うん、もう今日田辺これでなんか座ったりいろんな体勢してたけど、うん、全然めっちゃ綺麗ですよね、ラインが。そう、このジャンスカもほんと優秀ですよ。ちなみにどのコーデもめっちゃめっちゃ可愛かったんですけど、うん、サオちゃん的に真似してほしいコーディの一押しってありましたか？これは今回は本当に難しい、はい、もうどれもめっちゃ神がかって、うん、みおちゃん可愛くてお気に入りでした。でも田辺的には最初はねネイビーかなって思ったんですよ。あれ結構お気に入りコーデだったんですけど、はい、この肩掛けスタイルが着た時の可愛さが半端なくて、これです。私もこれ好きです。かわいい。かわいいです。このコート一つゲットすれば、うん、結構こう手持ちないのとかと合わせてもこういうね着こなしできるんじゃないかなって思うので、まずはこのコートを試してほしいなって思います。はい、皆さんもぜひ参考にしてください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。